コラボ騒動に対する皆様の反応をご紹介します。当チャンネルのコミュニティ投稿に寄せられたコメントです。暇そらしのライブ配信ラスト部分で言っていた言葉が印象深い。やっぱ俺の人生ってゲームと漫画に救われたんで、じゃあそのために戦いますよ。敵が何でもね、普段つぶやいていることが本音なのか、冗談なのかわからない暇そらしだけど、きっとこれは暇そらしの本音であり、根っこの部分であると感じた。これには自分も共感を覚える部分であるので、暇そらしを応援していきたい。こんなにネットで話題にされて、怪しい書類が開示されているのに、盛りかけなどで大騒ぎしてたメディアで報道されないのが巨大な何かグループのつながりの闇を表していて、底知れなくて心底怖い。暇そらしが求めてることは一貫して不正会計がないかの真実。コラボの掲げる理念と活動には理解を示しており、むしろ本事業が正しく行われることを望んでいる味方であるはずだと、セブンナイツには理解してもらいたい。この冬最高のリーガルエンターテイメント、どんなドラマより面白いカンパもしたよ。基本的に暇そらさんを全面的に支持します。公金が絡んでいるので、人やら何も問題ないのなら、ノリ弁ではなく全て開示してほしいです。税金を納めている側としては、もし使い方がガバガバなのであれば、それは許容できません。不正会計の部分より行政の怠慢に光が当たったのは、個人的に興味が湧くところだったので、今後の展開を静かに見守りたいと思っています。徹底的にやってもらいたい。何が問題なのか、何をしてきたのか、それらが多くの人へ広がればと思うよ。神様に誓って隅々まで追求してほしいです。グループの中では比較的まともと言われるコラボは、反社でいうフロント企業的な役割なんじゃないかな。一番の願いは税金が正しく使われること。そうではないと思われる今回の件が、一人でも多くの国民と民に知れ渡ること。正直怪しすぎて恐ろしい。なんかこういう団体って闇の底で幅広く繋がってるってのが、うすうすは分かっていたけども、こうも白日のもとに可視化され、虚構を超えた現実を見せつけられると、なんかもう日本って国を今までよく保てたよなとか、考えにふけってみたりとかしてる自分がいる。なんで国が人から集めたお金の無駄遣いを、個人が募金を募ったお金で追求しなきゃいけないんですかね。そもそもの不正がなければ、どちらも有意義な使い道があったはずなのに、面白く表現することで普段は無関心な人たちまで取り込んで盛り上がっているのに、マスコミが消極的にすら触らないのが怖い。何か側がこんなガバガバなのに、妙に自信たっぷりなのが気になりますね。印象操作ってのはこうやるんだなってちょっと感心した。詳しく知らない人になら効果絶大だろうな。ネットがない時代は表に出ることすらなく、闇に葬られてたんだろうな。ネットで盛り上がってるのに、ヤフーニュースになりにくい印象。ユタボンより擦るネタやろこれ。国防のために増税する前に何をやるべきなのかがよくわかる。闇が深すぎて、暇そらさんやナルくんの安全が非常に気がかりな日々。闇が闇として放置されたのは、社会正義を掲げるマスコミの怠慢だなと思います。本当にとりあえず大事な役所に提出する書類はちゃんと記載しろと言いたい。雑に済ますから突っ込まれてもすぐに出せないし、無駄にごまかすことになって余計に勘ぐられたり疑われたりする。コラボ弁護団のはちゃめちゃ記者会見は長く語り継がれることでしょう。何かこういい方向へ変わるといいなって。コラボを含む若年女性支援団体の公金不正使用に関して主要なメディアが報じないことが異常と思える。こんなの氷山の一角で全国的に昔からあるんだろうなとは思ってるけど、ここまで露骨で雑だとは思わなかったわ。一度国が全国の自治体に似たようなことがないか早急に調べさせるべき事案だと思うけど、暇そらさんのやり方じゃない限りいくらでも隠蔽できそう。自分らより下と想定してる民衆があだなしそうな場合、今回みたいな方法で潰してきたんだろうなってのが分かって恐怖を感じた。暇そらしは夢にゃんをジャンヌダルクと例えていたけど、その最後も見据えてのことかな。これがそうだとはまだ結論は出ていないが、これまで善意や福祉を食い物にしてきたビジネスはよくある話だったし、これからもなくなることはないと思う。資金元の東京都はこういう現状が起こらないように、しっかりと団体に対して管理を行い、真っ当な資金の提供をお願いしたいですね。皆様たくさんのコメントありがとうございました。紹介しきれなかった方もコメントありがとうございます。思いのほか話が大きくなってきましたが、私もこの騒動を最後まで見守りたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。